新しいクーラーボックスの置き場考えて結局ここになりました。このね、玄関じゃないんだけどさ、今使ってるのこの奥のね、この扉の床のところを置こうかなと思ったけど、やっぱでかすぎてね、置ける感じじゃなかったんで、このまあこの向かいにこう置くことにしました。まあちょっとなんだろう、火使うところの真後ろなんで、なんか若干ね、こっち高温になるでしょ、だからなんか嫌なんだけど暖かくなるからね、うん、どうせだったらやっぱ奥の方に冷たいところっていう日陰のところを置きたかったなぁと思いながらも、まあこの長さは置けなかった自分がね、こっち行ったり来たりするっていうのもあるから、だってこっちだとほら、まあ、靴とか置いてあるけど、こうブレーカーいじったりするのにね、ちょっとどうしても行き来するんでここにしたんですが、まあどうだろうね、使ってみててやっぱ邪魔とか思ったら違うところ置くんでしょうけど、ひとまずここになりました。そしてね、氷を今かやさん買ってきてくださって、さすがなんですよね、こう説明をちゃんと知っているからこそ、しっかりこうこれに合う分量買ってきてくれました。20% この容量に対して 20% の氷を入れるというらしいんですね。それで、60リッターだからね、12、3キロ分って言ったらいいのかな。で、まぁ、ちょっと入れてみたんだけど、この板の氷が、もっといつもはちっちゃいやつだったのかな？なんか結構大きめのやつを買ってきてくれたみたいで、これがまぁ、横に、ラックと、こう、6個入った。これが 1,2,3,4,5,6 個なんだけど、こっちの部分、ここはね、ちょっと斜めになってる。斜め、こう排水する口がここにあるから、まあ、斜めになっちゃうね、どうしても。まあ、だけど立てれば全然いけるね。で、これを、今ちょっと入れてるのは、これ、ね、豆腐。あと、手作りのコーヒーゼリーです。コーヒーゼリー。まあ、缶をたくさん入れてますけど。うん。そうね。やっぱちょっとこれがあったかかったから氷、やっぱちょっと溶けてきてはいるけれども、こう当てた瞬間に、すごい冷気がふわーってきて気持ちいい。すごく気持ちいい。冷たい感じが、ほっとするな。この熱いとな。で、このロックも、すごく厳重。だから、これ開けたり閉めたりするのに、こう横とこっちに何もない方がいいね。あとここぴったりつけちゃうと、開けられないっていうのもあるから、やっぱちょっとかさばるんだよね。で、これが、まあ、いいのは、作り置きしてきるよね。お皿のまんまポンってこの中に入れられるっていうのがすごくいいなと思った。けど、普段使ってる方の、クーラーボックスは、どうしよう、邪魔じゃんとか思ったんだけど、やっぱこれはこれで使えるんだよねっていう、思いました。これで高さがあるんですよ。だから、ペットボトルとか、その瓶とかを立てて入れることができるんだけど、こっちはね、高さがないんですね、あんまり。まあ、魚を横にして入れるクーラーボックスだから。そうするとね、ちょっと飲み物は横にして入れないとならないんで、縦にそのまま入れたいものっていうのは不向きだなっていうふうに感じました。ただ、お皿をね、そのまま、ポンと入れられるっていうのはすごくいいよね。ある意味ガラス鍋とかだって入っちゃうしね。まあこれはあんまりやらないと思うけど、まあ、こういうものだよね。これとか。あ、閉めちゃったじゃん。閉めちゃったけど。ちょっと置いてと。
で、これ一回こう持ち上げてからじゃないとここがロックが外れないっていうかなり厳重ね。そうそう。で、これ、まあ、今2段に氷積んでるけど、この氷を今度こっちのね、あの奥にある方のクーラーボックスにも入れ替えようとしてるんだけど、ほら超余裕で入るじゃん。すごいいいね。24センチの鍋とかどう？あ！収まる！なんと、これ2つ入るじゃん。すごーい。すごいいいな、これ。助かるな。ちなみにこれくらい大きい、なんかこう、深鍋とかどうよ。ブロックのやつ置いといても入るじゃん。すごいじゃん。これ蓋したらどうなの？うわ、蓋しても入るじゃん。やった、これは。作り置きができる。嬉しいな。冷蔵庫だ。完全に冷蔵庫だ。まあ、昔ながらの冷蔵庫だね。すごく昔ながらだけど、安全。すごく安全で、うるさくないし、冷蔵庫のモーター音みたいなのしないし。うわー、これも早速今、ちょっとこう、もともと入れてあったやつを入れ替え入れ替えやってみようと思う。ちょっと詰めてみたよ。今ね、これ発泡スチロールなんだけど、それのなんか蓋ね。蓋をこう入れとくだけで、ちょっとね、こんだけ広いから、こう、取り出したいところだけ、こうやって開けることによって、他からの冷気をこう飛ばないようにすることができるのね。こっちの奥にある方の保冷ボックスでも、この発泡スチロール1個こうあるだけで、やっぱり氷の溶けがだいぶ違ったんですよ。だからこのなんかちょっと蓋っていうのはすごくね、便利だなと思っていて、こういうただの板なんですけどね、発泡スチロールの。で、これはね、ちょっと使ってます。で、ここにちょっと、入れ替えてみたんだけど、ここ冷たいものね、もう温まっちゃってたんだけどね、まあ氷の上に乗せてます。で、野菜とかは、この、直接氷の上にやっぱ乗せてしまうと、レタスとかはやっぱり冷凍焼けしてしまってね、傷んでしまいますので、まあ、こういう風にちょっと板、箱、これエンバランスの 5.1 リッターだけな、結構一番巨大なでっかい、鮮度保持容器なんですよね。で、これに、まあ、入れて、で、この下に、氷が敷いてあります。で、その上にこのシートを乗せてます。やっぱ、直置きだとちょっと冷たくなりすぎると思うんですよね。で、そして上にして、乗せることで、なんかちょうどいい感じになってます。で、この発泡スチロールの蓋をすることで、冷気を逃がさないようにしてますね。あとここにこうペットボトルをちょっと入れてるんだけど、これは今横にして入れてるんですが、板氷が1個入ってる状態だとね、ペットボトル500だとこの蓋の部分がやっぱこの蓋の部分がねちょっと飛び出ちゃって閉まらない感じなんですよ。だからちょっと横にして入れるっていう感じです。でも板氷がなければそのまますって 500ml だったら入りますね。あとはね、こういうなんかレモン汁なんですけど、これは手作りのレモン汁、これを生かして手作りしたドレッシングだけど、まあ、こういう要冷蔵品みたいなもの、このちっちゃい瓶だったら、スッとこう、入ります。まあ、これすごく気に入りました。出し入れしやすいですね、しかもね。ここに置いたことによって、逆にこう、出し入れもしやすくなりました。向こうに置いてあると、ちょっと暗くて見えないとか、こう、中腰になって、こういう作業をやってたんだけど、ここだとちゃんと座ってね、こうやって出し入れとかもできますね。これはだけど、やっぱ氷を敷き詰めておけるっていう意味では、すごくいいなと思うんだけど、向こうのこっちの方のやつは今じゃがいもとかね、根菜類を入れてます。で、板氷を1枚だけ入れて、で、まあ、
じゃがいもとか、あとは玉ねぎとか、あと大瓶のものを入れてたりとかしています。で、人参落としそうだ。入れ忘れちゃったな。ちょうどいいので入れますね。これね。よいよいよい。これ見えてんのかな？あ、見えてるか。こういう感じです。で、ここ、発泡スチロールの箱も中にズドンって入っていて、その上に氷を乗せてます。で、どうしても氷ね、板氷とか使うと分かると思うんですけど、こう、ビニールがこう穴開いちゃうんです。穴開いちゃってるみたいで、やっぱ、そこから水がパーって漏れてきちゃうので、ちょっと受けが必要だなっていうのは感じてます。こういったジッパー袋にこの板氷を入れてとか、ビニール袋にこうくるんで、それで中に入れるっていうことをしてます。こういった玉ねぎとか、ね、じゃがいもとか、人参とかは、こっちの方がまあ、あまりこっち保冷力のないも、保冷力を必要としないものをこっちにちょっと今入れてます。まあ、こう、モロヘイヤとかね。あんまり冷えすぎるとこう、傷んでしまうような葉物野菜とかは、こっちに今入れてます。でね、あとね、ちょっと一つ工夫があるんだけど、これね、なんとこの、防毒マスク用のフィルターです、これは。これを、ボックスの中に入れてるんです。そうすると、冷蔵庫の中の匂いっていうのが、これですごい取れるんですよね。妙な匂いがしちゃった時、なんか腐ってしまったりとかっていう時も、これを入れて、こう、蓋しておくと、2日で嫌な匂いなくなります。そういうわけで、最近は防毒マスク用のフィルターをこっちに入れてたりするんですよね。わあ、これで2台、2台持ちになりました、クーラーボックス。こう、なんだろう、パソコン2台持ちとかって言うんだったらかっこいいんだけどね。クーラーボックス2台持ちです、私。だけども、この夏を乗り切るには必需品ですね。ありがたいです。